上原浩二の雑談魂、雑談魂。工藤さんに伺いたいんですが、はい、なぜこれだけホークスは強かったと。まあ基本的に今の子たちは真面目だっていうのはあります。はあ、で自分の向かっていく方法とか自分の役割とかポジションとか、だまあ一番良かったなと思うのは、一番最初監督になった時にユーティリティープレイヤーを作りたいっていうかですね、まあ表に出したので、一つのポジション、まあ当然レギュラーだったら一つのポジションなんですけど、まあそれ以外の人たちはやっぱり2つとか3つとかあらゆるところを練習してもらったりとかしてたので、それも一つのその後で考えれば選手の可能性をどう引き出すかっていうことにもつながったので、はい、それがなんかすごくこう、あ、良かったかなっていう、だそういうのをちゃんと選手が理解してくれて、まあ、いろんなポジションで、あ、練習をしてくれて、まあ、その分時間はかかる時もあるんですけど、そうやってやってくれたから、まあ、例えば、まあ、栗原君のように、まあ、キャッチャーだったんですけど今はもう外野でねしっかりレギュラーを取れるっていう選手も出てきてくれましたしね、すごく良かったなというふうに思います。また育成出身の選手が日本代表にまで見てるっていう、はい、ですね、そういうケースもこう作ってらっしゃるじゃないですか。すごくこう育成に定評があるというイメージがあるんですけど、ホークスは、はい、そのあたりはどういうプランを持ってやってらっしゃったんですか。プランというより育成の選手は結構その、まあ、頑張り屋さんというか頑張る子多いんですよ、うん、はあ、まあ、育成だから頑張るというわけではないと思うんですけど、はあ、やっぱりこう支配下になりたいとかね、はあ、上で頑張れるような選手になりたいっていう思いが強いんじゃないかなっていう。別にそのドラフトで入った子が弱いというわけではないんですけど、よりこうそういう強い意識を持って、別に差があるわけではないんだよっていうね、はあ、もうプロ野球に入ったら横一線っていうね、まあ、そういう中でも早く支配下になりたいっていう思いが結果と結果であったりとか力をこうつけさせているのかなというふうに思います。でもあの施設もそうさせてるんじゃないですか、うん、間違いない、ね、バンクのあの施設はもうちょっと素晴らしいですから、うん、あって聞きますね、うん、はい、それはもう12球団1でしょ、まあ、まあ12球団見てないけどね見てないけどすごいと思いますよ。僕はそんなにないかなと思いますけどね、うん、それは選手もやる気出ますよ。またね、千賀投手のことは上原さんもよくね名前このチャンネルでも挙げてらっしゃいますけど、うん、その千賀投手もいたり、うん、甲斐選手もいたり、はい、うん、ね、いやむっちゃすごいっすよ、はい、すごいというのはどこが。いやもう僕はまあ選手の前であんまり褒めないんですけど、うん、もう終わったんで褒めますけど、うん、千賀のフォークは打てないっすね、うん、へー、本当にいい時はもう自分僕が横から見てても消えますもんね。へー、お化けフォーク、お化けフォークって言われてますけど、はいはい、それを監督の時にはまあ、あ、いいねくらいは言うけど、そんなすごく、はい、めっちゃいいじゃんみたいな感じで言うことはなかったんですか。まあ 言わ、はい、言わなかったですね。はあ、確かにでも監督が選手はそう、はい、あんまりこう、ね、褒めるってないですね、はい、いや褒めるよ、褒めるけどその大げさにこうなんか褒めるってことはないですよね。 どのぐらいのテンションで褒めるんですか。おお今日良かったじゃないっていうぐらいは、うん、今日これ良かったよねって、はいとか、この球も決め球良かったねとか、インサイド今日うまくついてたなとかいう話はしますけど、はい、本当はどのぐらい褒めたかったんですか。お前すげえな、すげえなお前俺もそらえて、うん、俺は監督だと、はい、いや本当はねこうなんかもうねこうグッとハグしてやりたいとかですね、いろいろあるんですけど、うん、あんまりやりすぎちゃっていう思いもあるんで、ちょっと自分で抑えちゃうところも、ちょっと恥ずかしいところもあるんですけど抑えちゃうところもあるんで。ハグしたくなった瞬間何回もありました。いやありますよ、それはもう先週でね、うん、あのすごい貴重なホームラン打ったりとか、ね、この1点っていう感じの走塁を決めたりとか、ね、うん、ここで抑えてくれよって思った時にビシッと三振で帰ってくるとかねしたらね、クッて行きたいですよ、ね、でもそこは抑えて、はい、それはもう監督としてちょっとなんかクッと後ろに引っ張られるような感覚を持ちながら、お前なら当然だよなみたいな感じですけど本当は、はい、そうです。そっか、監督ってそういうところをされる、それって ある意味、まあ、もちろんだとは思うんですけど、ちょっと辛い部分ですね。いや辛いですよ、だって、うん、いい成績残しても、うん、やっぱり出てないところもやっぱりちゃんと次は同じようなミスをしてもらわないために、うん、あえて言わなきゃいけない時もあるんで、うん、だからやっぱそこはもう本当あえてごめんって思いながら、うん、あえて言うねって言うと選手も僕でもちゃんとやってるじゃないですかって思いもあるんですよ。あ、いやそれも分かるって思いながらも、うん、あ、やっぱりこのチームやっぱり勝ち続けなきゃいけないっていうのがやっぱり一番なんですよ、はい、勝たなきゃいけないって、今年勝っても来年勝てなかったらっていうのもあるんで、毎年勝たないといけない、ね、勝たなきゃいけない、
いや僕が勝ちたいというよりはやっぱりそういう経験をした選手って、まあ、昔の西武もそうだし、うん、強かった時のジャイアンツその前の元ジャイアンツの V9 もそうですけど、そういうところでやられた人がやっぱり監督コーチになるじゃないですか、うんね、はあ、やっぱりそういう選手たちになってほしいなって僕なんか思うんですよ。あ、もうその先々の野球人生も考えて、はい、だって野球できても40までですよね、あとの半分どうするのっていうね、そこもあるので、やっぱ終わった後にそういうすごい経験をすればするほどやっぱりこうコーチになる監督になる人も出てくるじゃないですか。 V9 見てもそうだし、ね、西武の強かった時もそうですし、やっぱりみんなある程度こう監督さんとかコーチになってるじゃないですか。今でもやられてる方もいるじゃないですか。選手たちにはもうずっと野球界に行ってほしいんですよ。でもこの選手はやっぱりすごかったみたいなのいました、千賀以外に。やっぱりこうなんだろう、みんなそれぞれあるんだよね。ああ個人で、そう、そう、あ、竹谷海はね本当にあの広島と日本シリーズの時も、ね、はい、もう通り差しまくってるわけですね。いや正直あ盗まれたっていう時もあったんですよ、うん、ああこれはセーフだろうと思ってパッて最後って投げたら楽勝でアウトだったんで、うん、あれって思いながらですね、ああ今あの取ってどのぐらいっていうと大体まあ 1.8 とか1.7 行く時もあったんじゃないかなっていうぐらい、はい、あの時の回はすごかったん で、 すごいっていう選手いっぱいいますよ。キャッチャーの方に対してはどういう、 こう声かけや指導されてらっしゃったんですか。バッテリー含めて守りがっていうところがあったので、やっぱり守りで僕も妥協したくなかったり、やっぱりその辺はまあ、うん、厳しい時もあったかなって、いや、まあまあ、選手に聞くと厳しい時ばっかりですって言われるかもしれないですけど厳しい時はあったかなっていうふうには思います。あの現役でやってらっしゃる時にあの大ホークス時代城島さんとこうバッテリー組んでらっしゃったじゃないですか、うん、はい、その時はどういうふうな声かけしてらっしゃったんですか。常にですね、はい、スリーアウト終わったら来いって言ってましたんで。へ、あ、はい、でもそれでその都度こう反省じゃないですけど、はい、そうです。だって城島を育てたのは工藤さんって言ってますからね。いや育てたわけではないと思うんですけど、まあ、その辺はやっぱりこうなんだろう、押し引きっていうのは、まあ、僕はどっちかっていうとこう押しですね。あ、その当時のバッテリーコーチの若菜さんがやっぱりこううまくこう城島をね、なだめたりとか、はい、キャッチャーとして、ね、やっぱりピッチャーをうまく立てなきゃいけないっていうところもあったりとかっていうのも教えたりとか、まあ、時にはやっぱり自分で押してっていうのもあったりとか、その押し引きはすごくこう若菜さんがちゃんとやってくれたんで、はい、城島も毎日毎日こうしっかり切り替えて次の試合次の試合っていけたんじゃないかなと思いますよ。だってサイン合わんかった時工藤さんマウンドから自分でカーブって出してましたもんねええのと思って、バッターカーブで分かってるやんって本当にすごい、あれもすごいですよね。それはもうあえてやってたんですか、うん、ですね多分その時はコントロールに自信があったんじゃないかな。カーブのコントロールってことですか、はい、ストライクからボールにするとかですね、あのヒットにならないようなところに投げれるとかですね。じゃあもうバッターに分からせてても大丈夫だって、大丈夫っていう、なんかここはカーブ投げた方がいいよっていうことをキャッチャーに伝えたかった。はい、でなんかだからその辺で城島が分かってなかったってことですか。まあ多分若い時の城島くんですね、うん、はい、はいはい、分かってたと思うんですけどね、なんでだろうな、なんでか記憶にないですね、いまいちこうなんかはっきり覚えてないんですけど、やったの覚えてるんですけど、でもその後でもね、城島がメジャーとか行って活躍して、うん、また阪神帰ってきて活躍してとか、まあ、工藤さんのおかげなんだろうな、またあの甲斐選手の活躍を見て、おさすが工藤さんだって多分思われたファンの方もたくさんいるんじゃないかなと、うん、工藤さんがいろんな選手を育ててる、監督になっても育ててる、うんうん、現役の時からずっと育ててるんですよ、うん、いやそんなことはないですけど、ね、そういう皆さんが将来こうコーチになったり監督になったり、あ可能性は ね、 ね羽ばたいて、まあ、でも城島は釣り師やけどね確かにその未来はどうですか、想像していらっしゃいましたか、はい、あの城島さんのような感じ、まあ、釣りはね本当、うん、あの彼自身、まあ、現役だけどすごく好きだっていうのも聞いてたので、うんうん、まあ、それもいいかなっていうふうにも思いますし、まあ、いつかは帰ってきてほしいなっていうふうにも思うので、うん、あれなんかソフトバンクのキャンプに来てましたよね。あ今はアドバイザーっていう形で中に入ってますんでね、うんうん、去年のソフトバンクはどうしたんですか。やっぱりこうあれだよね、まあ、外国人の選手たちが、はい、まあ、コロナの関係でちょっと来るのが遅くなったりとか、うん、なかなか入国できなかったりっていうのもあるかもしれないし、
まあ、ちょっと怪我人もいたっていうのもあるかもしれないけど、まあ、最終的には、まあ、そういうそれってもうある程度分かってることなので、その分かった中で、まあ、変われる選手をうまく自分僕自身が作れなかったっていうのがやっぱり一番大きいですかね。分かっていたのにそれをこう前もってちゃんと作れなかったっていう、多分自分の責任の方が大きいので、まあ、これはやっぱりちゃんと次、ね、オークスがしっかりと前に踏み出して、まあここからまた、ね、今年からまた3連覇4連覇できるようなチームにするには、うん、やっぱり自分自身がやっぱりしっかり責任を取らないといけないかなっていうふうには思ったんですけど、その責任を取るためにも監督を退いたってことですか。そうですね、やっぱり一番はね、もう 敗戦はやっぱり賞が取らないと、はい、取る人はいないので、はい、僕かなというふうに思います。でもその1年だけでってなりないですか。その前でね5回日本一になってるのに、うんうん、あ僕はあの4連覇はしてるけど、はい、やっぱり間の2年はやっぱりリーグ優勝できてないので、はい、あやっぱりそれ、まあ、そのファンの皆さんはね4連覇っていうふうに、まあ、僕も4連覇だと思うんですよ、うん、日本一になったので、はい、ただやっぱりそのね、ファンの皆さんの中にはやっぱりリーグ優勝と日本一、うん、がやっぱりこうセットってわけじゃないんですけどね、うん、っていうふうに思われてる方もいらっしゃるので、そういう意味ではやっぱり去年、まあ、去年ですけど、あの2021年が始まった時に今年が何より大事っていうのはね、今年勝つか負けるかでっていう思いはちょっと僕の中で、もう始まる前に思ってたんですか。思ってたんですよ。今年勝ったらこれはまだ続けられるっていう、まあ、そういう部分での自分が欠けてた部分もあったので、やっぱり責任は僕は取らなきゃいけないなと思います。工藤さんは監督をしてらっしゃる時に一番大切にしてたことって何ですか。そうですね、まあ、ホークスってね10連覇をっていうのがあったし、まあ、世界一、ね、っていうのもあったので、やっぱり勝たなきゃいけないなっていうのは、やっぱり勝たないと評価はされないんだろうなっていうのは、まあ、僕自身の中にはあったのは確かなんですよ。ただやっぱり勝つ方法っていうのは、まあ、いくつかたくさんあるというふうに思うので、なので、まあ、自分はピッチャーでもあるし、まあ、バッテリー含めて守りがしっかりしていれば、ある程度はその安定した優勝争いができるチームはできるんじゃないかなっていうふうには常に思ってたんですよ。まあここで言いますけど、まあ、ピッチャーには確かに厳しかったかもしれないです。ああちょっと厳しくしちゃったなっていうのは自分でも感じて。そうですね、まあ、あの15年終わって16年、あの15年の秋とかも、まあ、工藤塾とかって言われてこうそこでやったりっていうのもありますけど、うんうん、まあ、確かにそこでね、うん、あのパッてこう花が開いた選手も中にはいるんですけど、まあ、僕の中に勝たなきゃいけないのもあるんですけど、一番はやっぱり長くやってほしいって思うんですよ、うんね、一番最初の話にもあったように、まあ、平均が大体29歳8か8歳9歳で野球やめていくじゃないですか。それってどのぐらい、まあ、どういう状態か、選手の状態かっていうと、選手の力は落ちてるんですけど、例えば結婚をして子供ができて、ちょうど子供がまだ小さい時でとかね、一番これからね頑張らなきゃいけないっていう時に、うん、やっぱり野球をやめなきゃいけない、うん、野球って自分がやりたいからできるっていう、うん、わけじゃないじゃないですか、うん、プロ野球って、ね、自分がどんなにやりたくても、うん、あもう来年からいませんよって言われる世界だから、うん、そういう中でやっぱり常に必要とされるっていうのは、やっぱりもうちょっと選手が考えているよりも上なんですよね、うん、球団の人の考えっていうのはね、やっぱりこうある程度年齢に行けば、あのもう球団としては次の世代の人たちを考えなきゃいけなくなってくるので、まあ、そういう意味でも選手たちの、いやいやまだもう彼だったらまだあと2年3年とか、いや5年ぐらいは全然平気だよっていうぐらい体力があると、やっぱ次の人っていうのはまだ他のところでこう考えられるんですけど、もうあと1年か2年っていうふうに思われてしまうと、球団に、ああどうしてもやっぱり次の人っていうことにもなりかねないので、同じ実力で、ああね、やっぱり若いと年寄りってなったら、やっぱり若い方取るもんね、球団としては将来性を取るからね、やっぱりね。だから僕も常々アメリカでしたけど、そのマウンド上試合での成績を俺見て判断してくれって俺はずっと言ってた。年齢だけで判断してくれるんだと、どっちが試合出てんだと、どっちが成績出してんだっていうのを俺はずっと言ってたの。でもアメリカもやっぱり年功序列っていうか、若い子や若い子ってなってくるんで、それがすごい嫌だったですね、俺の中で、うんうん、またフォークスも三軍制を敷いてて、まあ、非常にあの、はい、在籍してる選手の数も多いじゃないですか。多いですね。あのシーズン中はなかなか目が行き届くっていうのは難しいんですけど、でもその秋の練習とか、
まあ、僕は秋季練習が終わる頃になるとちょうど、まあ、今は、ね、コロナでやってませんけど、うん、台湾に行ったりとか選手を派遣したりとかしてチームを作ってやったりとかしてる時は、まあ、台湾にも行ったりとかしてたので、やっぱそういうところで見た選手を、まあ、来年例えばキャンプの A 組に入れたりとか、はい、でオフになった時にはちゃんとトレーニングを、まあ、コンディショニングも考えるし、まあ、僕は監督としてこの選手にはこうなってほしいなと思った選手にはそういうトレーニングを、まあ、みんなで話をして、じゃあこのぐらいはできるようにっていう形でオフのトレーニングを考えたりとかっていうのもしてましたけど、ね、監督って1年間休むことないんですね、うん、ないですね。そう、2軍の試合まで見ちゃうともう本当に1日自分の時間って全くないですよね。うん、まあ、別に欲しいとも思ってなかったので、やっぱ僕はやっぱり会長に、大会長に呼んでいただいたっていうのは、うん、やっぱり強いチームを作ってもらう、もしくはこうね、続く、長く続く強いチームにしたいっていう思いもあったと思うので、そこに応えるにはやっぱり時間は自分で作らないとですね、はい、でもそれが7年間でリーグ優勝が3回で日本一5回っていう、まあ、成績にも、はい、そうなんですよね、おかしいですよね、リーグ優勝が3回まあそれはね、今のシステムがそういうシステムですから、本当に結局日本一を取ればそっちが一番強いわけですから、本当に強い、短期決戦に強いって言われてましたよね、うん、そうですね、うん、選手の、まあ、準備の仕方が良かったんだなと思いますよ、うん、やっぱりこうね、あの2回、西武さんが優勝されて、はい、まあ、その中でこう勝っていったんですけど、うん、やっぱりその中でのやっぱり選手が悔しいっていう気持ちとか、うん、ああ絶対勝ちたいっていうね、その前の年勝っているにもかかわらず、やっぱり負けたらやっぱり悔しいっていう気持ちがしっかりとこう、なんだろう、結果として出せるっていうのが、まあ、僕はすごいなっていうふうに思ってましたけどね、まあ、1年目は手探りの部分もあったんですけど、だからすごいこうコーチの人にも言われたんですけど、監督っつって「ワンストライクツーボールでエンドラン多いっすよ」とか、はい、で結構やってたんですよ、うん、ああやってたのはなぜかというとわざとやってたんですけど、最初にも工藤さんはそういう、はい、ワンストライクツーボールとかで、はい、エンドランが多いっていうと、うん、ワンストライクツーボールから外すじゃないですか、うん、そうするとそれでエンドランをかけなければワンストライクスリーボールになるので、うん、もうそこまでずっとやり続けるって言って餌撒いてたわけですね最初に。まあ餌ではないんですけど、これは戦略です。餌ではないですよ、くいやバッテリーでよくやるじゃないですか。なのでやっぱりそれって僕らは実際にワンストライク打つのだったらやってくるかもしれないって思うと、うん、ピッチャーもね際どいところを投げたりとかするようにもなるしね、でもスリーボールにしたくないって心理も働きますもんね。監督になる勉強はしてらっしゃったんですか。いや、してないですよ、はい、でもやりながら自分の監督像を作っていく、うんとね、監督像っていうのは全然できてなかったんですけど、うん、その戦略とか作戦に関して言えば、うん、まあ、引き受けた瞬間から映像を見て作ってはいましたけど、はい、引退されたのが11年ですよね。ああ、まあそうですね、11年です。12、13、14っていうのはテレビ解説ですよね、はい、まあ、その中である程度のこう監督像じゃないですけど、自分がこう、自分が監督だったらこうするのになっていうのはありました。そういうのはね、考えてました。考えたこともあったね。あ、じゃあ僕が今そういう風に考えた方がいいかもしれない。うん、考えたらもしかしたら監督のないか道いきなり監督ないな。そんなことはないないな、うん、そんなことはない。井原さんの、ね、ユニフォーム姿を見たいというファンの方もやっぱりたくさんいらっしゃるので、ね、と思いますよ。やっぱりそう、ね、そうですよね。僕はぜひやってほしいなと思いますね。あ、だってそういうね、やっぱりこう、ね、探求心とか観察力とかね、うん、っていうのがあるじゃないですか。やっぱそういう人は、まあ、コーチとか監督に向いてる人かなっていうふうに思うので、うん、そのぜひ、ね、その外におった時になんかノートとかつけたりしてました。いや、まあ、あんまりつけてない。やってない。うん、さん、またそうやって自分をやろうとして、ね、いや、ちょっとキャンプとか見に行ったらちょっと書こうかなと思って、そういうのね、うん、この選手はこういうタイプかなみたいな、癖みたいなのを自分で見つけたら、はい、もしかしたらお二人は同じチームのユニフォームを着ることもなくもないですよね。いや、上原さんが監督やれるときに僕はまあ三軍でもいいし育成でもいいので言われれば、僕は監督やることはないですよ、もう。いや、なくはないって。僕もないかなって思ってましたもん、正直。僕ジャイアンツしか経験してないじゃないですか。いやいや、大丈夫じゃないですか。工藤さんだってその経験してるところの監督じゃないですか。
だから経験してるところの監督できるじゃないですか。ないですか。ないでしょう。はい。いやいやいや、可能性は。いや、原さんがやって次新之助やってまた吉野部に戻ってないな。ないや。いやいや。なんで毎回終わらせちゃうんですか。いや、はい、で日本かがやないな。毎回終わらせちゃうんですよ。うん、ないわ。そうなんだ。いや別にそのこだわらなくてもいいと思うんですけどねジャイアンツ。いやまあそうですよね。いろんなところでね声がかかったらやってみるのもいいかなと思います。いや見てみたいですね。僕は見てみたいですよ。はい、ぜひ。上原さん心なしかちょっとちっちゃくなりました、ね。さっきね褒められて大きくなったの。ええ別に小さくないですよ。別にそんなタラレバの話は僕あんまり興味がないんで。ちゃんと来てからこう考えます。すいませんね。ファンというのはタラレバの話ができないんですね。私もそうなるように。確かに。夢は見たいですね。そういう。そうですね。ね。うん、はい。